マジか。かぶるの。気持ち、距離。はい、取り組みで。最適解がわからん。この辺でしょ。じゃあ、サボタージュの方は10秒経ってから切るとサボタージュお願いしまーす。解散。はい、エレクトリカルでマシャカリさんを見つけました。で、アドミンで、見てて自分が、はい、で、エレクトリカルの弁当を使ってセキュリティに、行ったところを確認できたので、あ、これやばくねって思って行ってみたところ、マシャカリさん、いや、違います、セキュリティじゃないです、メッドベイに行ってます。僕はセキュリティで見てて、セキュリティのカメラ光ってるのを確認した人4人ぐらいいると思いますが、その後セキュリティ解除してエレクトリカルの弁当が今開くのを確認して、メッドベイに多分開いたのかな、ちょっとあの出るところはちょっと分かんなかったですけど、入ったところを見たんだと思います。エレクトリカルの弁当が開いたのは確実に見ました。で、あ、やべって思ってセキュリティをすぐ逃げて、セキュリティの弁当が開くか確認できる位置で構えてましたが、そこでは開かなかったって感じ。多分メッドベイの方に逃げたんだ。あ、だから自分が見たのはテラゾーさんだったってことか。あれはそうそう、もともといました。見たの、あ、ってことは、夏目さん視点はあのセキュリティに1位になる瞬間を見たから移動したって思ったの。それと、そう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 、かつ1位になるエレクトリカルが2人でセキュリティが1位になる瞬間を確認していった。あ、でも寺戸さんずっとセキュリティにいたって言わなかった。それそうだよ、だとつじつまはなくなる、うん、夏目さんに来たんですよ。エレクトリカルが1位になったってどのタイミングですか、うん、どのタイミング停電開けて何秒ぐらいですか。開けてちょっと5秒ぐらい忘れたけど、そこら辺は申し訳ない。テラゾはどの経由でセキュリティにいたの。俺はカフェテリア、ストレージ、シールド、ウェポン、カフェテリア、アッパーエンジン、セキュリティと全くタスクをこなさずに来ています。いろんな人の目に触れてるはず。なんでこいつ早いんだってゲンさんは思ったんじゃないでしょうか。ナビゲーションの入り口のところ辺でゲンさんがナビゲーションに入っていくのを俺は下方向から来て目撃してます。テラゾさん目線はもう完全に夏目さんと矛盾が生じてると思ってる。いや、思ってない。セキュリティに俺が入ったタイミングがアドミンで、夏目さんが見てた瞬間なんだと思う。そこからエレクトリカルまで走っていったんじゃないかな。もう一回話したい。いいですか、うん、夏目さんの目撃情報も洗いたいですね。うん。あの、西にいた時の。はいはい。まあこれはタスク妨害ぐらいにしかならんかな。ドア閉めしっかりしてくれるのありがてえな。テラゾーの目撃情報皆さんまとめていただけますか。見た、見てないです。見た人だけ。テラゾーさんが人狼だった場合、はい、あんま自分がセキュリティにいたって言ってんのに自白しないと思うから、他から探していきたいんですけど、右側に行ってた人何人か確認してて、誰かわかります、はい、一緒に行動してた。ジグジウェポンにいました。これはウェポンから降りていったかな。ゲンアベベンがいたのを覚えてます、砂ザメ。あと、あのアベベン砂ザメさんが結構ずっと近くにいたりとかしたので、うん、アベベンさんずっといた、はい、
はい、あと停電になった時点で高田さんもそのナビゲーションにいたのを確認しているので、この辺は少なくとも1件目ゲンさんも右側にいたな。確か先端さんもいたんですね、ウェポンナビゲーション、うん、ずっと割となんかお互いオロオロしてましたよね。ウロオロしてました。程度消去法からザチキンさんがちょっと今ふわっと浮いてる。ザチキンさんはですね、エレクトリカル、停電、一瞬で直した後、奥で少し作業をした後は出るときにマシャカリさんとすれ違っているのは確かです。多分神宮さん、誰だっけ、夏目さんか、夏目さんが出てたタイミング、出たタイミングっていうのは多分そのタイミングだと思います。最後もそれ以上、コミュニケーション前で2人が出てくるのは見てます。ゲンです。ザチキンさんにお聞きしたいんですけども、ゲンとストレージで失礼したことを覚えてらっしゃいますか？ストレージでストレすれ違ったのは見てない気がするんですけど、最終コミュニケーションから2人出てくるのは見てます。ザチキンさんが、ストレージ、エレクトリカル方向からストレージに行き、ストレージから、カフェテリア方面に、左右上に抜けていくのと、ゲンは交差したんですけれども、その記憶がないということですね。わかりました。夏目さんの話聞きたい。何を聞きたい？メッドベイに、移動したって寺戸さん視点だとなってたけど、メッドベイは見てないんですか？メッドベイは多分直前です。僕メッドベイの方を見たの、うん、ってことはじゃあさ、行ってたからあれなんじゃない？じゃあ入ったっていうのがなんか全部の総合するとさ、メッドベイのダクトに入ったっぽくない？ダクトじゃない？いや違います、おそらく違います。夏目さんとカフェテリアで確かすれ違いましたよね。俺すれ違ったね、うん。メッドベイの 方を確認しましたが、メッドベイに死体はなく、セキュリティに、あ、もう一回。いや、エレクトリカルで見つかったんじゃなかったっけ、そもそも。うん。あ、やべ、閉めちゃった。ごめんなさい、たくさんボタン使っちゃって危ないかもしれない。多分これは詰められると思ってます。座敷金は多分コミュニケーション前で2人とすれ違ってるので、そこは多分その3人は照合しないと思います。夏目さんが鳴らしたならば、メッドベイが出てきたって寺蔵さんの証言を信じるならば、直前1人撃てる人がいると思うんで、多分その人じゃないですか。まずエレクトリカルに普通に入ったと思います。僕メッドベイに誰もいないことを確認してセキュリティに入って、でカメラ見てましたけど、メッドベイの前通る人は確かいなかったような気がするし、そうですね、メッドベイにから夏目さんが来た時に誰ともそっち側に行く人とすれ違ってないんであれば、メッドベイからエレクトリカルに飛んで殺したっていうのを考えづらいし、俺がセキュリティにいたんで、エレクトリカルに普通に入って普通に殺してに、ベントで抜けていったと思います。でもそれだとおかしくね。ベントはエレクトリカルですよね。そう単純にじゃあちょっとエレクトリカルの弁当に入ってまた出たんじゃないの多分。でもそれだとさ2位なんない、死体と弁当の中で移動せずに弁当もカウントされるから。夏目が見た数はどうなってたって。そう夏目さん視点でもう整理してほしい、全部の話総合して整理してほしい。夏目さんがエレクトリカルに2人で、1位になった瞬間にセキュリティたぶんそれはザチキンアウト、テラゾーインのタイミングです。それは夏目さんが夏目さんが向かってからエレクトリカルに行くまでで誰かが入って殺してます。アドミンでさ、どれぐらい見てたの夏目自身は。そのいや少し、本当に少しアッパーエンジンとかその直線リアクターとかロアエンジンのセキュリティに入る経路に誰か直前に一人いたとかっていうのは全く見てなかった。見てない。まあ、弁当使ったのはほぼ確実に見ていいんで、今のところ容疑者といったらまたザチキンさんは残りますっていう感じかな。ザチキンはコミュニケーションから出てきた2人がいることはちゃんと見てると見てもらえてると思ってるんですけど、他の人はザチキンさんの最終目撃情報は、ゲンがさっきお話した通りです。ゲンはウェポン O2 ナビゲーションシールドといってストレージまで行ってます。でその時にザシキンさんってお会いしてますが、ザシキンさんが見てないとおっしゃってるのは何なんだろうって思っちゃってます。コミュニケーションから2人出てきた人はいるんでしょ。ちょっと待って、ザシキン使われるのはちょっとあれだから、それ送検してほしいんだけど、誰もいないわ。なぜ2人もいるのに。覚えてないんかな。これ右側に似てると思うんだけど。ごめんなさい、ボタン使っちゃって、なんかもうちょっと詰められそうな気がしちゃったんで押しちゃいました。すいません。今ちょっと待って、押した人が誰？砂亀さんと、はい、座敷申します。チキンさんと夏目さんと、
レポートか、あと。夏目テラゾーってあんじゃねえかなって思ってたけど、ちょっとね。バカバカしくね。自分からマジでやってることはバカバカしくね。でもなんか変な矛盾というか、なんか変な違和感。弁当がに入ったの見たんだよね、テラゾーさん。ってことはもう絶対、弁当から入ってすぐ出たか、でも移動してたら、まあ、メッドベイに抜けたとなると浮いてる人がいないんだよね、メッドベイ。正直僕は、夏目さんがアドミンを離れてから殺されてるんじゃないかと思ってる。なぜなら俺が、見たっていうか弁当が開いたのを見たのは、なる直前だったから、あ、殺した後入って逃げたんだなと思ったから。アドミンからエレクトリカルまでそこそこ時間があるからね。座敷もそのタイミングだと思ってます。エレクトリカル出て、プラゾーさんが入ったタイミング、セキュリティに入ったタイミング一致してるんで、そこを多分勘違いして向かったところだと思ってるんで。うん、じゃあ、ザツキンさんがエレクトリカルからストレージ行って、で、犯人はロアエンジンからエレクトリカルに入ってみたいな感じ、あるいは、ザツキンとステージがあったって言ってる、ゲンさんがそのままエレクトリカルに入って殺したっていう可能性もありますが、証言してるんで、ちょっと、そこは、あれですね。結局さ、ごめんなさい。弁当はエレクトリカルが開いて、メッドベイ開いてだっけ。いや、エレクトリカル開いたのを見ただけ。あ、ちなみに右側に行っている人物を疑っている人物って誰だろう。夏目さん。なんで。いや、なんか今の、話聞くに、ザチキンさんが、浮いてて、で右側になんかお互いにかばやってんじゃないのかなと思って、右の情報が欲しいんですよね。マシャカリは誰に。コミュニケーション直前出てきたのは誰ですか。2人はいるはずなんですよ。その話よね。そのザチキンさんの証言を深めたい。確実に白な人だけ出してほしいんだけど。僕とジングリさん、アベポン。アベベン、砂ザメはナビゲーションあたりにいたんで、もう絶対アベベンさんは私して無理です。同じくです。砂ザメさんは無理です。先端ジングリ。あ、ちょっと危ないね。あ、やばい。投票間に合わなかった。うん、見えたわせ。これありがてえ混乱だな。逆にキリセンでよかったな。4回使ってるでしょ。めちゃくちゃ俺が。ナビゲーションとシールドの通路、ちょうど弁当のところぐらいで死んでました。発見してます。弁当か、うん、僕直前までアドミン見てたんですけど、ナビゲーション1位いましたね。それが高田さん。あ、自分です。いや、自分ナビゲーションのタスクをやってたんで。やってたんだ。うん、そうそう。でだから誰も見てないってこと。出てから見つけたってこと。終わって出てシールド方面に行こうと思ったら、弁当の横ぐらいで見つけた高田さんを。でさっきの話聞くに、神宮寺さん先端恐怖症さんが固まってて、まあお互い城を、砂ザメアベベンさんが、まあ、殺害ができない、自分は寺蔵さんを城だと思っており、ザチキンさんとゲンさん、どっちかだと思って多分証言がね、ザチキンさんの方が信憑性がある。なんかこれめちゃめちゃ感覚なんだけど、それはちょっと不服ですね、私としては。だって、ちなみにゲンさんはコミュニケーションからストレージ出た時、はい、誰かと一緒にいたんですか。いません、いません。ザチキンさんは2人いたって言ってるのって、ザチキンが最終的にコミュニケーションから出てくる2人を見てなったんで、ゲンの後ろにどなたかおられた可能性がありますが、その方がどなたか分かりません。それ誰なの。結局2人で、もっと言うとザチキンさんはゲンの姿すら見ていないとおっしゃってます。それは私としてはザチキンさんの黒い予想になってます、はい、今の状況について話しません、うん、まあ、確かに、うん、
ストレージに2人、エレクトリカルに1人、ナビゲーション1人だけ覚えてる直前。エレクトリカル、神宮寺です。ストレージはアベベンス、ナザメです。はい、です。また一緒になりました。現ナビゲーションで先端さんとご一緒したまで覚えてます、終盤です。その後、カフェテリアに抜けています。セラゾーリアクターにいて、ザチキンさんが直前まで覚えゲーやってるの見てます。はい、見てます。うん、見てます。なんで、今回ザチキンさんは絶対無理です。誰、アリバイないの？神宮寺さん。弁当あたりで殺したんだな、ゲンさんがカフェテリア抜けて弁当入って殺したの全然あれやって。どう思ってます？先端さんって、初手どこ行った？どこ行ってた？初手？一番最初？うん、うん。の方に今は下行ったよ。5人で向かったからね、リアクターに。下から。あ、見た。マジか。神宮寺さん死んどるか。と配電盤前ですね。あれだ、今血しぶき見えたわ。俺カフェテリアで待ってた。ごめん、血しぶき見、あのね、配電盤で自分やった時にお互い邪魔しあったから自分右に離れた瞬間に血しぶきが見えて。でレポートごめん、誰だったっけ今。センターさん目線だと他にも誰かいたはずなんだけど。死体になった人。センターさん。ミト。めちゃくちゃそいつさ。先端さん目線で誰が見えてたかは言ってほしい。それがもうイコール容疑者なんで。待って、まず、死んでた人が誰だった？ごめん、ちょっともう脳死でレポート使ってました。神宮寺さん。神宮寺さんと、砂鮫さんいたの覚えてんだよな。他洗えばいいんじゃない？で、私がその暗くて見えなかったんで、あの私なんかそのバッティングしちゃったんで右にそれたんですよ。先にですか、はい、カフェテリアで俺カフェテリアのテーブルぐるっと、なんだろう、停電中回ったけど周りにいなかったと思うだよね、誰もいないよね、うん、停電前に自分はいた。他の人はザチキンさんと全く関係ないとこ行ってます。最終位置夏目さんはザチキンさん、それ本当に最終位置はメッドベイ。メッドベイ、ゲンさんは、いや、ゲンザチキンさんがウェポンに行ったっていうのは嘘だと思ってる。あ、ゲンさんの位置、ゲンさんの最終位置。あ、ゲン、最終位置は、ストレージです。アベベンさんは死んでます。あ、死んでます、ごめんなさい。死体の場所が配電盤の前ですね。もうレポートだから、ね、抜ける時に何人ど誰何色がいたかって見えてます。ごめんなさい、全く配電盤カチカチやったからすぐ右に離れたんだけど、その時停電だったんで、うんうん、でセンターさんはまあ確実に今レポートさんでいたと、うん、だむしろセンターさんが誰が見えたか知りたかった感じだけど、いやちょっと停電してたからね、ちょっと確認してる最中だったからな。投票しないで、ゲンザチキンどっちかだと思う。うん、自分はゲンだと思う。ザチキンさんに入れます。うわ投票ザチキンは押せません。砂溜めも押せません、ボタン。タスクやってる場合じゃないので、ボタン押し最優先で。ナイス。一応停電直したのザチキンさんです。ザチキンです、はい。まあ、何の情報になるか分かんないけど、とりあえず落としておきます、うん、はい、以上です。ゲンです。でもザチキンさんがウェポンにいたっていうのは虚偽です。ゲンはザチキンさんの行動をしばらく追尾してましたが、ザチキンさんは左に行っていますので、対立してんだよな、ずっとな。どっちだろう。え、ちかさ、結局さ、ザチキンさんのあの何コミュニケーションから2人出てきた問題は、あれはザチキンさんの結論としてはどうなの？つじつま合わせとしては、ザチキンさんの結論としては何かがおかしいです。誰かが忘れてます。2人出てきたら確実に見てます。それ全員の証言からわからない。
でもゲームは見てないって座敷さんおっしゃってますよね。そこもよくわかんないんですけれども、見逃してたのかわからん、見逃してたのか源さんが嘘ついてるのかわからないですが、私は源さんを見た記憶はございません。この下りだけだと座敷さんはそんなに黒くなかったんですが、まあ昨日の証券で源は確証を得ました。座敷さんは黒です。ローラ仕様、ボタンある人誰ない。源あります。ないですけど、これは座敷から通る流れはちょっと非常にまずいと思うので、ちょっと座敷さんを擁護する人がいないから、ちょっと源さんに入れたいな俺は。源さん、自分も源さんに入れたい。源さんがちょっと今最終位置をなんでそんな言わなかったんだろうっていうのがちょっとストレージかかっちゃったんで、源さん左、座敷左に行くのを見たとはいえ右に行った可能性はあるので、源さんが私をいただくのはちょっとおかしいと思ってます。ストレージに行っててウェポンズに行く座敷さんと一緒に行動してた、おかしいと思いますよね。おかしいですよね。他の人座敷さん見てないんでしょ。そうです、座敷さんウェポンに行ってないんです。まず初手左に行ってます。初手左に行った人も初手右に行った人もいなかったらそれは証明できないじゃないですか。それをおかしいというのはおかしいです。カフェテリアの時に一緒にいたってことわかんねえいやでもゲンさんとダッチキンさんに一郎で、あと自分目線だと正直先端さんが一郎かなと思っちゃってる。ハイデンマンの前で一回いなかったわけだもんね。ってなるともう自分目線だと先端さんしかいないっていう。そうだね。砂ザメさん一緒に行動して。マジか。いやーこれ絶対センター押せる。うん、うん、お願いします。座敷さんまで絶対釣ってください。もう全員押し切ってるってことだよねこれ。そうやばい。やばい。助けさんも釣るしかないか。はい、源さんから、源さんから釣ってくれたなら大丈夫です。私釣られます。これ砂ザメさんは白いと思ってて、夏目さんもやっぱ白いかなって思ってるから、だけど。まあ先端剣は繋がってても先端座敷は繋がってないかなと思ったから剣さんから落としたんだよね。うん、先端どう？寺澤さんの砂ザメさん白いっていうのはどのあたりかな？あーそこ聞きたい自分。わ、うん、印象、完全に印象。砂ザメさんが今までなんか誰かと一緒にいたっていう話でからだけ。印象で先に白目って。そうだからナビゲーション側でベントの上で殺した容疑者に砂ザメさんが入るんだったらわからない。砂ザメさんその時どうだったんだっけ？ごめん、いつの話、誰殺人の話？夏目さんが発見したナビゲーション前のベントのところで誰かが死んでた話、誰だっけ？まさかに。ああ、その時、はいはいはい、その時は、安倍弁さんか5人ぐらいで、そう、ストレージだ、安倍弁さんとストレージにいた。そう、安倍弁さんと常に一緒にいるんだよね、砂ザメさんと。そう、なんで、ナビゲーション殺しは絶対無理、リアクターからストレージまでずっと一緒にいて、安倍弁さんとストレージで最終一致。2回目の処刑って、砂ザメさんなんかあったっけ？アリバイ2回目、2回目がナビゲーションかなと思ってるんだけど。ああそう、ナビゲーションの時、高田さん初見の時、が殺された時、砂染さん、高田さん、あごめんなさい、ちょっとパッと出てこない。ストレージにいた次の時かな。うん、ごめんなさい、今私から出てこないんでちょっと。あ、次の話題してください。多分正直わかんないから座敷さんも釣ろう。砂染さんなのか。とりあえず砂ザメさんか、うん、そうだね、寺蔵さんと夏目さんで、あのさすがに、あの寺蔵夏目一緒に行動しよう。うん、どっちが殺されても通報できるように。はいはい。いやボタンないのつらい。ボタン邪魔かした。砂ザメさんを下ろしてからしかない。サボタージュしてくれ、頼む。サボタージュ頼む。しないぞ僕は。今しかなかったか。いや、タスクが全然進んでないから大丈夫だ。
多分タスクより見回り優先してると思うんだよな。ちょっとサボタージュしてほしいな。任せてるよマジで。ゲンさん、我慢だなこれは。待って、サボタージュが来ないけど、わざとなのか。3人いるね。分かれ方いいな。停電、もう自分でやった方がいいかこれ。ゲンさん泣いてんのかな、ちょっと待ってよ。ドア閉めもなんかない気がする。3人これ結託してんのか。電切るしかないからな。左側に誘導したいな。開いてって。いや、これレポートレンダーしてるよな。ちょっと待って、分断が O2 しかねえから、リアクター O2 の順でやるしかないな。フルタイム開けさせよ。通路、コミュニケーション通路かな。容疑なすりつけはもうできそうないしな。いやー、固まられてんな。勝ち筋あんのかこれ。Thank you.
多分確認してくるよね。いやこれ無理だな。一瞬行動した方がいいかな。あーマジか、ごめん。ナイス。ごめん。いやすごい戦いだった。ハラハラした。いやーマジで。いやーごめん間に合わなかった。あぶねえ。私が多分ラストだったタスク。これ。あナイス。すごい我慢のし。最後どうなってた砂ザメさん。死んでました。死んでたけど多分自分がラストタスクだっていう自覚があったんでそのままタスクを速攻で。どこで死んでた？アドミン。アドミンですね。アドミンかよかった。いやもうメドベイあたりで死なれたらどうしようと思って最後の俺ロアエンジン左下夏目さんと一緒に多分同じタスクだったんだけど終わらせた後もうエレクトリカル無視してメドベイ探しに行ったから、ね、いやめ自分はアドミン側に行ってた一人で。いやもう夏目さんとテラドさんが死んだらやべえと思いながらもう追っかけてて、オツなった時やっべえって思った。テラドさんとはぐれちゃったから一瞬。あれそのシーンなんですけどセンターさん砂溜さんキルしてたら多分勝ってたのでは。とギリギリだったかもね。最後俺が発見できたかどうか。あ、てか O2 間に合わないってことか。そうですそうです。あー、そっか、その、いや、そっちたレポートの前に。あー、確かにそうだ。電子圏だと、あれなんでセンターさん直したんだみたいなコメントが今いっぱいあってあー、そっか。確かに、いやでも怖かったの、上から来るのが怖かった。でも上から来てレポートされたら多分もう下釣り位置としてはセンターさんが筆頭になっちゃうから、かもうセンターさんもバレてもよくて2キルできればあそっか、 O2 エンドもあんのか。そうか。あれちなみにもう一郎は誰だったんでしょうか。あゲンです。あゲンさん。いやでも多分レポートタイミング的にでもすぐ来たよね。レポートすぐ来たんで多分砂ザメ殺して多分仮に O2 鳴らす前にもレポートでなんとかギリギリ O2 勝利を、防ぐみたいな感じになっちゃったのかな。減算して余裕って感じだった位置関係。結構あ直すんだみたいなコメントが多かったんで私はそんなに真面目に見てなかったんですけど、多分寺蔵さんが来てたんだよね確か。残り3秒ぐらいの時に多分、うん、そのセンターさんが直してなくて私を殺したとしたら、うん、だからそこで砂溜めレポートし、まあ、間に合ったのかなと思ったギリギリ間に合いそうかなって思いながら走って、うん、残り3秒ぐらいだったら間に合ってなさそうだって俺ずっと見てたけど。あそのオッズ直すんじゃなくてもうレポートを押すってレポート連打。あーどうだ。いやマジギリギリの勝負だね。ギリギリだったか。そこかけるしかなかったか。だからもう、もう夏目さんとテラドさんを見放たないように。怖かった最後。いやてかタスクの進行度が分かんなすぎてタイミングがマジで難かった。ずっと3人行動されてたし、今回センターさん素晴らしくて最初にボタン消費した方を4人ぐらい羅列していただいたおかげで現それ以外から優先的に噛んだので、うわマジか、バランスになってるんですよね。だから結局エレクトリカルの弁当はじゃあゲンさんが入った瞬間に B だった。あそうです。あそうですね、エレクトリカルの弁当券はそうです。はいはいはい。で入ったところを寺蔵さんがセキュリティカメラで見てで結局ゲンさんが移動しなかったってことですよね、はい、弁当内容。メドウェイには行きました。あメドウェイ行ったのか。はい、あでその時アドミンはもう夏目さんが出てなかったっ。メドウェイから出てはないです。あ出てはないか、はい、ずっと3人固まられてたからむずかったんだよな。そうもう自分の消去法的にもセンターさんだったからやべえ。寺蔵さんと夏目さんが殺されたらもう速攻レポートしないと負けるって思っちゃって。砂溜め先端がほぼほぼ同率の印象だったらあのまま俺か夏目さんどっちかかって、ね、そうですね、今でもよかったんだけど、うん、ちょっと先端の方が91ぐらいだったからね。だからこそ難しかったね。そうまあ確かに。いやめっつちゃ今のめっちゃ面白かったな。いや悔しい。マジでなんかスキルというか駆け引き、単純な駆け引きで負けた。リアクターの十字路で夏目さん見失った時超焦ったわ。なんか寺蔵さんしかいなくて、
あと1点ね、これはね、インポスター側にはあんまり分かんなかったことかもしれないけど、俺的にめちゃめちゃありがたかったサボタージュがあって、リアクター1回鳴らしたじゃん、うん、あれやってリアクター解除した後、左側のタスク全部終わらせることができたのね、うんうんうん、これちょっと O2 が鳴らされるのがめちゃめちゃ怖かったから、左側のタスクをあのロアエンジンあたりでさ、夏目さんにさ、そっち行かないでそっち行かないでみたいな感じでさ引き止めたじゃん。あーそうやね、それでアドミに、うん、あれがね、あの O2 鳴らされたら負けるから絶対そっち先に行っちゃダメっていう風に引き止めてリアクター鳴ることがあったのよ。あーじゃあ全部任せればよかったかな。いやもうリアクターやって O2 っていう流れじゃないと分断できなそうだったから、うん、もう押さざるを得なかったって感じなんだよな。まあ、センターさんとしてはじゃあ寺蔵さんか夏目さんどっちか殺して、まあ、ワンチャンレポートされたら砂ザメと殴り合いみたいな感じ。いやもう僕はタスク最後さ、タスクもう優先しちゃって勝てそうみたいな多分流れだったと思うんですよ、あの、はいはいはい、クルーメイトして、その瞬間がもう唯一のあのポイントだと思ってて、その瞬間に砂ザメさんを殺して、はい、でどっちかを殺してエンドだよね。そのもういやこれもタスクより多分最初死体探した方がいいって多分心理になって前半なってたと思うから、もうこれ終わらせた方が早いってなった瞬間を狙ってたんですけど、なるべくレポートが光らないところで殺さないとっていう感じの、もうちょっとそのタスク遅延できたらなって感じもあったけど、いやでも最後やっぱりその3人で行動したからめちゃくちゃ難しかったとは思う。砂沢さんめっちゃべったりだったもんね。いやもうだって とにかく死体をでも、うん、自分目線センターさん確定したから、寺蔵さんが夏目さんが殺されてる瞬間をちゃんと見ないとって思いながらこう、うん、2人についてったっていう、うん、あとなんか自分だけ追っついた時があって、それで多分直したから、うん、なんか3人で行動しこのあとしやすくなるかな、信頼勝ち得てみたいなことは思ってたかな。そうか、大津殺すってエンド確かに、そか微妙なラインだったってコメントも来てるんで、かなり難しい。いやいや、ちょっと僕 その発想が全くなくて、もう最後にそのなんていう一瞬だって、あのあと多分ちょっと安心したと思うんですよ、僕が解除したんですよ大津。それでちょっと気を緩ませてタスクもうやっちゃおう、多分それぞれバラバラになってたと思うんですよ最後、うん、はいはい、はい、そうだからもうこれ直した後がもうチャンスだなと思っててって感じだったから、ちょっとそうだったから俺は砂爪さんと別れた後、あ砂爪さんこの直後に殺されてたら俺もう終わりかなって思いながら、夏目さんと一緒に給油やってロアエンジン左下のやつをあのタスク終わらせたんだけど、もう砂爪さんの位置が全然分かんなかったから、もう最後はアドミンで調べて、寺蔵さんと夏目さんの位置を把握しながら待ってって言って追いかけてたからね。ああそうだね、上に行ってたね。そうだから僕しかもアドミンで見て分かってたの、アッパーエンジンとエレクトリカルで分かれてるのが分かってたから、うん、殺すあとほんとあと20秒ぐらいあったら勝ってた。うわー怖っ。いやー悔しい。いや砂爪さんないです、ほんとに。いやーごめん。いやもう多分なんとなく寺蔵さんと夏目さんが最後のタスクをやってる感がちょっとあったので、うんうん、だからあこれ多分今自分しか残ってねえなタスクはっていう感じで、最後幽霊になってもとにかくすぐタスクみたいな感じでなんとか間に合ったっていう。いい戦いって知ったね。いやー、いやーナイスゲームでしたね。明らかに犯人がもう分かってるのになんかボタンを押せないっていうのが本当ジレンマで。そうだからめっちゃボタン消費を意識させて押させまくりましたね僕は。なるほど。でちゃんとそうね、で僕が誰が押したかって結構逐一確認してて、それゲンさんがやってくれたからマジで、はい、キルもちょっと任しちゃったのが、もうちょっと僕が入れてきてたら。高田さんの期待値はどこだった。ないナビゲーションシールドの通路間。あ、そうだそう。うん、あ、そうかそうか。で、私とゲンとセンターさん2人きりになってるので、そこで堂々と弁当使って殺してます。ああ、そうなんだ。あ、じゃあ結局夏目さんがそのストレージから出た人2人見たっていうのはゲンさんと誰だったんだろう一体。だからマシャカリさんじゃない多分。ああ。マシャカリさんとゲンさんがコミュニケーションで。ザチキンさんとすれ違ったんだったら納得がいくけど黙ってたずっと。あとザチキンさんがゲンとストレージステージがあったのこれ事実です。何も知らない。事実なのか。事実でした。それ事実でした。そしてコミュニケーションから出てきたのは阿部弁さんと宝さんでした。なるほどなるほど。あであの終盤のザチキンさんが右に行ってないですは大嘘です。
私の捏造です。だよなあれちょっともう賭けでしたよね、結構ね。あれもう真実っぽかったっていうか、そんな嘘つくんだ、すげえなって思いながら。そう。あれ嘘でついてんだったら、すごいな。ね、現に3票3票だったしね。あの証言が白かった。なんか、ほんと、真実迫ってた。よかった、もう、闇、それを嘘をどう弁明しようかも考えて考えてもパッションだなと思って。すごい試合を間近で。配電盤怖かったな。そっか、センターさんがキルしてたのか、あの時やっぱり。センターさんとゲンでダブルキルでさ、あそこ。うん、ああ。すごかった。いやー、お腹いっぱいでしたわ、ちょっと。僕まだお腹いっぱいじゃないっすわ。最初にぶっ殺されて、えってなって。好評ではなくて、こういう追いかけっこもあるのか、このゲームは、最後思いながら。でも見てて、ザーチキンさんのパッション、楽しかったですけどね。いや、何が今回負けましたし、最後視聴者として見てましたね。面白いな。なんか多分皆さん視点は普通に4人とか3人で動くじゃないですか。あの、はい、お化けがずっとみんなについてるのであ、今集合写真撮ったらちょっとだいぶ危ない感じになるかも。そんな状態だったのもめちゃくちゃ面白かったですね。あ、めっちゃ面白かったな。3人でべったりでしたわ。入れる試合負けちゃったけど、ワンチャン過去一面白かったぐらいあるな、最後の駆け引き。最後、最後だって、別ゲームになったので、もう完全に。タスクバーもう半分まで行ってない状態だったから、もう誰がどれぐらいやってるのか全く分かんない。ね、3割ぐらいだった人だって、最終日で。そうだね。最終日で。多分、幽霊しかタスクやってなかったんじゃないかな、あれ。ほぼ。クールダウン、クールダウンで、だからもう、寺蔵さんと夏目さんの安否が確認されるたんびにすげえよかった生きてたって思いながら一人しかいなかったら速攻死体探しに行かなくちゃいけなかったんで、生きてるんだみたいな、まだ生きてるまだ生きてるっていう感じで。